りは綺麗な感じですね。特に、割れてるようなところとかひびが入っているようなところとかも見られるんですね。まあ端の方ちょっとこっち。綺麗ですね。で、ヘッドライトも、左右ともかなりクリアな状態です。でボンネットですけども、特にへこんでいるところはなくて、ボンネット自体もね、結構綺麗ですね。ちょっと黒なので、なんでもですね、すぐにこの花粉が結構ついちゃうんで、ちょっとポン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 こうついてるように見えますけど、結構花粉がついちゃってる感じです。で、左のフロントフェンダーですね、こんな感じで、特にまあ目立つような傷はないですね。でホイールは純正の、ホイールになります。タイヤの溝もまだ結構残ってますね。続いてドアミラーの感じで綺麗ですね。で左側のドア、こちらも、まあ、黒光りしていて綺麗な感じですね。サイドステップ周りなんかも、まあ、特に気になるような感じのところは見受けられないです。で、左のリアフェンダーこの辺りも結構綺麗な、状態ですね。で左リアホイール、特に目立つような刈り傷はないです。タイヤがですね、リアタイヤはちょっとないですね。ひび割れもまあまあ入ってきてる感じなので交換おすすめです。リアバンパーです。まあ、こういう薄い線傷ちょっとありますけど、そんな目立つ感じではないですね。リアバンパーも特に気になるような傷は見当たらないですね。こんな感じです。続いてトランクでも綺麗ですね。で、特にへこみもなくて色あせとかも出てないですね。こんな感じで、綺麗な状態です。続いて右ギアのフェンダー、綺麗ですね。薄い線傷がちょっとあるぐらい。右リアのホイール、こちらもガリ傷はここぐらいかな。はい。そして運転席のドア、綺麗ですね。ここがちょっと打っちゃってるのかな、ちょっとへこんでますね。下から見ると分かる感じ。サイドステップ周りはこんな感じで、綺麗ですね。最後に右フロントのフェンダーです。こちらも特に気になるような傷はないですね。そして、右フロントのホイールな感じになっております。で、ホロはですね、貼り替える予定なので、省略させてもらいます。以上、S2000の外装でした。